今から枝豆を蒸します。できた枝豆をしっかり水洗いします。あとは牛乳袋に入れます。枝豆1袋で小さじ山盛り2杯ビニール袋の中で通してしっかり枝豆を揉みます。あとは蒸し器の中に入れて火をつけます。十分に湯気が立ってから約5分蒸します。塩の量は多いですが、蒸している間に蒸気で塩分が下に落ちてちょうどいい辛さになっていると思います。もし塩分が足らないようでしたら、蒸し上がってから軽く塩を振ってください。今スーパーで売っている枝豆でこういう枝豆があります。これが香りと甘みが今一番あると思います。我が家では今毎日これを一袋食べてます。茹でるよりも蒸した方が甘さを感じ美味しいと思います。一度皆さん試してみてください。今日は以上です。